自己紹介をお願いします。はい、ゼッケン106番の橋本です。私は出身は東京の羽村市というところで生まれまして、そこで、いろいろと遊んできました。はい、ナビの大木と申します。出身はモンゴルで今早稲田大学で留学しています。よろしくお願いします。橋本さんがランバンさんを、ナビに選ばれたきっかけというのは何ですか？日本に来て日本を大体いろんなところ回ってるんですけど、彼自分の国をそんなに行ってないんですよ。だからまたラリーだと普段の人が行けないところまで行くので、もっと自分の国を勉強しろと、そういうことの意味もあって、やってみないと誘ってみました。その通りです。何かラリー車にラリーに出てみたいとかっていう夢があったりしたんですか？そうですね、年取ったからなんか面白いことをやってみようという。あ、年を取ってから。はい、年を取ってから、夢みたいなことがありまして、それでまあ夢ですね、やっぱりだったんですけど、いきなりそういう橋本さんからそういう話が来て、自分もびっくりするぐらいのいいチャンスが来たんで、まあ、思い切って、頑張ってみようかなと思いました。何か今年の抱負はございます。橋本さんは2年目なんですよね。そうです、で去年出たマシンと同じなんですけど。そうです、まあ、同じです。今年は、そのマシンを、ご自分で買われたということ。そうです、もう去年はレンタルだったんですけども、本気になって一つやるかなということで、だからもうそれなりにあちこちをちょっといろいろ手入れしまして、だからもう今年は一つここ引っかき回すぐらいのジムに6台出る中で1回ぐらいは1番取れるぐらい頑張りたいと思います。リベンジするんですよ。リベンジ。ヤンマーさんは何か目標ございますか？とりあえず走り切るということは今の目標として考えているんですけれども、まあ、もちろんレースなんで、できるだけ前の順番に行きたいです。わかります。頑張ってください。ありがとうございます。